就活生のための企業研究チャンネル。 今回は AGC、旭日ガラスの企業研究ですね。まあ、あんまイメージないですけど、5G に本気な会社です。で、旭サガラスがどういう商売をしてて、給料がいくらもらえて、どんな人材が欲しいかみたいな、まあ、そこら辺の情報を整理していきたいと思います。で、就活ではね、企業を選びこそ重要だと思いますんで、絶対この業界に行くって決めてる人でも、日本には優秀な企業たくさんありますんでね、まあ、日ガラス知っておく価値はあると思います。で、旭サガラスなんですけど、まあ、めっちゃ丸めて言うと、キーワードは2つですね。ガラスとフッ素です。 自動車の4台に1台は AGC のガラスが使用されてて、まあ、原料を仕入れてね、工場でガラスを作って、自動車会社、建設会社に販売するって感じですね。で、フッ素は膜を作る元素なんですけど、まあ、ガラスの原料になるホタル石っていう鉱物からね、鉱石か。鉱石から副産物として発生するんで、その取れたフッ素をこういろんな材料にくっつけて商品化して売るみたいな、まあ、そんなイメージですね。まあ、とりあえず AGC、朝日ガラスの創業から追っかけていきましょう。 創業者は岩崎俊也さんですね三菱財閥2代目矢之助さんの次男坊ですで3兄弟なんですけどお兄ちゃんは三菱3代目の小矢田さんですねで三菱は子長男が引き継いで次男以下は独立していきますんで次男の俊也さんと三男の照也さんが2人でお金を出して作ったのが AGC 旭スですねで経営をしていったのは俊也さんです俊也さんは東大に行った後にロンドンに留学して化学を勉強して帰ってきた方ですね で、兵庫の甘が崎で創業開始で、最初は海外製の品質の高いガラスに負けじとガラスの国産化に取り組んで,で、戦争で海外製が入ってこなくなると国産ガラスが一気に成長して、さらに戦後自動車、ビル、テレビが増え始めるとガラスが身近に広まってね、どんどんでかくなっていったみたいなそんな会社っすね。 1981年にはベルギーのグラバーベル社を買収して2007年に朝日ガラスから AGC に社名を変更したって感じですね。で、社名を変えた理由は買収していった海外の子会社が朝日ガラスってこう一発でわかるようにブランド統一したかったからっていう理由らしいですね。あとガラスだけのこのイメージを払拭したかったっていう理由で、まあ実際 AGC はね、化学を駆使して車、半導体、5G の通信、まあ、最先端の企業なんでね。で、次に今の社長さん見ていきたいんですけど、不思議なものでこう組織がトップ次第でガラッと変わりますね。 でね、島村拓也社長ですね鎌倉出身で慶応経済を出て朝日ガラスに入った方です化学分野を渡って社長になった方っすね64歳くらいなんですけどスタンフォードの MBA の授業でもこの島村社長の経営手法が取り上げられるような、まあ、そんな経営者っすねなんかねちなみにカトリックのクリスチャンらしくて話し方もねかなり落ち着いてて解き明かすみたいな、まあ、そんな感じのしゃべりですねで次にサラリーマンにとって重要な働く場所ですね これ見ると結構ね、大都市近辺にあるイメージっすよね。で、本社はこの赤いピン立ってるところの東京駅の前にあるね、新丸ビルに入ってて、まあ、本社勤務だったら超一等地で働けるって感じですね。この写真の感じです。 で、工場が紫のバツで、創業の地の兵庫県尼崎と高砂市、で、北九州にもあって、愛知県は知多半島と豊田市にありますね。まあ、トヨタにガラス作ってますんでね。で、関東では茨城の神栖市と千葉の市原、で、相模原と厚木の間くらいに相模工場っていうのがあって、研究所はね、横浜市神奈川区と鶴見区にあります。で、鶴見は鶴見工場にこう、テクニカルセンターって形で併設されてる感じですね。であと千葉の大網白里市で、天然ガスを取っててね、これ結構珍しいですね。 らしいんすけど、千葉工場のモバラまでパイプラインでつなげて原料として使ってるって感じですね。千葉県結構天然ガス取れますんでね。で次に旭ガラスがどれくらいの大企業かっていうところです。 自家総額っていう市場から付けられてる企業価値で見ると、AGC は8500億円なんで、まあ、ガラス業界最大手の会社っすね。まあ、ていうか日本のガラス会社の中で唯一、こう世界で戦えてる企業なんですけど、まあ、ガラスもね、朝日ガラス以外はちょっと厳しいっすよね。日本板ガラスとか、 これ500億円なんですけども、ちょっとね、終わっちゃってる感じするんですけど、セントラルガラスと AGC が国内の建築用ガラスで、まあビルとか家のガラスですね。それでくっついてこれから一緒にやってくらしいんですけどね。で、下が過去10年間の株価のグラフなんですけど、まあ株価はね、そんな上がってないっすね。で、配当が高い企業なんで3%超えてるんでね、上がりづらいっていうのもあるんですけど、むちゃくちゃ伸びてる会社ってことではないですね。まあでもしっかり成長してるっていう、まあそんな会社です。で、次は AGC が実際いくらね、稼いでる会社なのかっていうところですね。 去年1年間で、まあ、稼いだ利益、会社に残る丸々の利益、純利益で444億円でしたねで。去年の売上は1兆5180億円。さすがね、世界トップレベルのガラス企業って感じなんですけど、営業利益では1016億円ですね。まあ、これでもね、あんまり去年はいい年じゃなかったんですけど、まあ、下のグラフが過去10年間の業績の推移ですけど、2010年、この一番左の時はね、こうめっちゃ稼いでましたね。営業利益で1600億円。この頃はね、こうまだこうテレビ中心 にに液晶の中に入ってていいるガラスが高い値段でこう売れ儲かってたっててた感じです、まあ、その後も中国とか韓国の液晶パネルメーカーがパネルをね作りまくっちゃって価格が下落して、まあ、シャープとかテレビ太陽光パネルその辺やっていたまあ液晶系、まあ、メーカーも部材も総崩れになっていくんですけどでガラスってこういつの時代でも、ね、プラスチックになって使われないとかって言われますけどアサヒガラスはこうしっかりね、まあ、そんな環境の中でも変化をしながらしっかり経営をしているって感じですね。2014年の600億円を営業利益6 100億円をそこにこう切り返してるっていう感じでねで2025年には最高益をこう目指してる会社です今年の予想が一番右なんですけどフッ素樹脂半導体向けの部材この辺がしっかり戻ってきてまた増益になる予定ですね足元こうヨーロッパの景気も悪くて欧州向けのガラスはかなり厳しいらしいんですけどね次は去年出た1016億円の営業利益をどこの事業で稼いだかっていう、まあ、業績の構造ですね 去年一番稼ぎ出した事業は、化学品事業ですね。化学品事業。630億円利益出てますんで、6割ぐらい占めるって感じですね。で、電子事業が4分の1ぐらい、256億円利益が出てます。で、ガラス事業が93億円しか出てないんですけど、これちょっと去年ね、特殊事業、事情があって、国内のね、ガラスの窯とかを生産調整して、えー、コストアップで、なかなか利益が出なかったって感じですね。で、右が海外のとこなんですけど、えー、日本、アジア、これ丸まった数字で大体、だいたい66%ですね。で アメリカが10%、ヨーロッパが2割。まあそんなイメージです。 ここからが旭サガラスが実際にどういう商売をしているかのまあ、そういう話なんですけど、まあ、入社したらこれらの製品を研究開発したり作ったり営業をかけて売ったりすると思いますんでねでまずガラス事業からなんですけどガラスの作り方的には3つ原料があるんですよね3つ傾斜っていう砂とあとソーダ灰塩水塩水をねこう電気分解して分けるあの炭酸ナトリウムってやつとあと炭酸カルシウム、まあ、トラックに線を引くあの石灰ですね野球場であのファールゾーンとかバッターボックスにコロコロ引くあの白い石灰なんですけど、まあ、それら3つを混ぜ込んで窯にね入れて 高温で溶かすんですけど、で液体の鈴のプールにその高温のガラスが溶けた液体を流すんですよね。そしたら水面にねガラスがこう浮いてきて、まあ水面って平面なんでね、えガラスが浮いてくるんですけど、まあ、それを取り出してカットして作るのがガラスですね。 大きく分けると、建築用と自動車用とがあります。建築用は、ビルとか住宅で使われるやつで、普通に家にあるやつですね。で、車は、フロントガラスはじめ、あの、リアとかサイドにもガラスありますよね。で、ガラスにもこう、いろいろ種類があって、例えば夏とかだと、日差しでね、部屋がすぐ暑くなっちゃうんで、それをこう、シャットダウン、熱をシャットダウンするね、ガラスをこう作ってたり、車だと運転中、外の音がね、聞こえすぎると、うま、うるさくて不快なんで、音を遮るガラスとかね。で、最近は自動運転でフロントガラスにこう、ナビとかを映し出す、ヘッドアップ、 ディスプレイっていう、まあ、ガラスが開発されてきてきますでガラスの間にはねガラスってねこう2つね合わせガラスになっててその間にね中間膜っていう膜が入ってるんですよね割れても飛び散らないようにするために入ってる中間膜っていうのがあるんですけどそれをね積水化学がやってるんですけど朝日ガラス積水化学自動車メーカーその3つでね一緒に開発してたりしますさらに 5G に通信規格が変わっていく中で、まあ、電波をね組み込んである自動車ガラスそういうのも開発してますね、まあ、車も動くコンピューターになっていくんでこの辺の需要を取り組んでいきたいって感じなんです 建築用も 5G に向けて、えー、朝日ら進んでましてビルの窓に、ね、内側からフィルム状のアンテナをつけてビルのガラスをアンテナ化するっていう、ね、基地局化するっていうそういう事業をドコモとべったりで一緒にやってますでちなみに建築用の中間膜はクラレが強いですね建築用はま火事とかあったらこう全部割れなかったらこう危ないじゃないですか脱出できないんでだからこう逆三角形のね赤い,赤い逆三角形の窓あるじゃないですかあれは中間膜が入ってない割れやすいガラスなんで脱出するときはあそこから救助していきますね 次に電子事業ですね。まメインやパソコン、スマホ、テレビなんかのディスプレイ系に使われるガラス膜ですけど、まあ、Apple、iPhone にも採用されてるんで、まあ、使ってる方多いと思うんすけど、まあ、めっちゃ薄くて強度があって平面で何より高精細、綺麗に映ってるガラスを開発してたりします。 あと、半導体製造で回路を描くために光とかレーザーを使うんですけど、その照射するレンズとか、あとフォトマスクっていう回路が描いてある石計基板っていうのをやってますね。あと、ウエハっていうあの半導体基板をこうめっちゃね、こう磨くために CMP スラリーっていう粒子の入った液体で磨く,磨くんですけど、まあ、ガラスを鏡に変えるときもめっちゃこれで、ね、磨くんですけどね。あと、半導体製造部品で炭化系素の部品ですね。まあ、半導体製造ってね、薬品とかプラザマとかこう起こしたりして、かなりね、こう厳しい環境なんで、腐食されない素材を提供してます。 ファインセラミックって感じですね次に化学品事業ですねまあなかなか朝日ガラスのイメージじゃないと思うんですけどま光学ガラスってまあホタル石から作るんでホタル石からこうフッ素,フッ素がねフッ素フッ素がね 発生するんで、不農、副産物でフッ素が取れてこの事業に繋がるんですけど、去年フッ素っていい言葉っすね。去年は一番メイン収益叩き出した事業ですね。まずはクロールアルカリ事業、クロアリ事業からなんですけど、まあ、クロアリってま塩からできる化学製品たちってことっすね。まあ、塩って食べるやつじゃなくて、工業用の塩ですね。まあ、塩水を電気分解してって、ADC がね、古東南アジアでナンバーワンの試合で火星ソーダ作ってるんですけど、まぁ火星ソーダって化学会社では使わないとこはないくらいの、まあ、基礎的な化学製品ですね。まぁ設計の材料とかね。 Yeah. <laughs> え、それから、火星草だから、こう、エチレンを混ぜて、塩ビっていう、ま、水道管とかのパイプに使われる、こう、一軒家の外に出たのは、灰色のプラスチック、水道管あるじゃないですか。あのプラスチックを、ま、東南アジアで売ってます。で、新国が、どんどんインフラ投資すれば、どんどんね、アサヒガラスのこのね、え、塩ビが儲かるっていう、ま、そういう事業ですね。あと、フッ素製品。ま、フッ素って、膜を作る化学製品で、身近なところだと、歯磨き粉とか、エアコンの冷媒とかって、ま、熱を運ぶのに使われるんですけど、ま、塗料に混ぜたり、フィルムとして使ったりね、ま、 これがかなり伸びててフッ素樹脂が 5G のプリント基板あの緑色の基板あるじゃないですかあのゲジゲジ半導体がついてるでそれに回路を流れる電気信号がよく通る素材がフッ素なんでそれが採用されてる感じですねフッ素樹脂、まあ、この辺の開発力入れててあとウレタン系とかねウレタンは、まあ、ソファーとか建材とかに使われますけどあとテニスコートの,あの緑のちょっとあのプニプニした素材とかのやつ硬いやつも <laughs> ありますけど、まあ、そんな感じですねあとライフサイエンスはバイオ医薬品 バイオ医薬品ってかあの虫とかウイルスとか細菌とかのタンパク質をこう人間に使えるようにしたこうね値段が高い薬みたいな感じなんですけど CDMO 事業っていう製薬会社からバイオ医薬品の OEM 受託会社として受注して開発と製造をま助けてあげるみたいなそういう事業ですね。買収して力を入れてやってる事業です。次にセラミック事業。セラミックって瀬戸物とか焼き物って意味なんですけどまあガラスを作ってる釜を作ってるところですね。ガラス釜。次は AGC の安全性を見ていきましょう。 ま、内定取れても将来潰れてしまったら意味がないんでね。ま、安全性、ま、財務的健全性を見ていきたいんですけど、まずバランスシートですね。ま、現金預金が1138億円、左上の赤いところあって、ま、借金が6000億円なんで、ま、借金のがね、5000億円近く、ちょっと多いので、ここは気になるんですけど、ま、自己資本、自己資本比率は62.7%もあるんでね、ま、当初一部の平均よりも高い感じだと思います。ま、何より、ま、液晶パネルが崩壊していく中でね、朝日ガラスは、ま、生き残った会社でもありますし、しっかりずっと利益も出し続けてるんでね、あの、 環境でも、まあ、東芝の例はあるんで、まあ、絶対にとか言え,言えないですけれども、まあまあ、内定取れたらね、まあ、定年までしっかりこう働けるような会社だと思うんですけどね次に社員数なんですけれども、まあ、グループ会社全部含めると足元5万4000人いる会社ですね AGC の本体の社員数は6659人なんですけど本体社員もねこれずっと右肩上がりなんで、まあ、採用もね結構積極的かなとは思うんですけどね 次に給料と配属先と、まあ、採用人数なんですけど、まあ、給料からいきましょうえ従業員数6600人さっきの本体採用のところの数字なんですけど平均年齢が43歳で817万円もらえる感じです高給取りですよね十分で配属先は、まあ、どこの事業が一番多いかっていうとやっぱガラスが一番多いですね化学、まあ、品も多いです大体半々ぐらいって感じですね、まあ、電子系のところは結構少ないって感じですかね グループ会社のところで言うと、まあ、ガラスが一番多いって感じです。まあ、子会社海外含めて、ガラスの生産海外のところで多分多いんだと思いますね。子会社のところで。で、採用予定人数が AGC2020 年総合職入社予定で109名ですね。まあ、ここを狙いたいって感じだと思うんですけど、技術系で91名、事務系で18名ですね。で、男女の割合18年のやつが男性79名、女性17名なんで、まあ、男性理系ですね。やっぱ AGC。この辺狙い目なんじゃないでしょうか。 次に大株主、オーナーですね。朝日ガラスのオーナーは、ちょっと気になったのがね、朝日ガラス財団 <laughs> っていうのがこれ真ん中ぐらいに注意にって書いてあると思うんですけど、ちょっと調べてみると、この財団はね、朝日ガラスの会長がこう理事、理事長やってて、理事はね、結構名だたるメンバーやってますね。で、いっぱいこうお金を運用してて、まあこれの大株主でもありますしね。株価の配当金とか、利金をこうなんかね、事前活動、えー、研究、研究への助成金とか、えー、人材への奨学金とかね、そういうのにお金を回してるらしいです。まあ 甘くだりなのかちょっとよくわからんすけど、まあ、こういうね財団系の職員みたいのって一番働きやすそうな気がするんすけどね 今回は朝日ガラス AGC の紹介動画でした。いかがですかねまあ超有料企業だと思うんすけど、まあ、おしゃれなイメージもありますしね。まあ、俺的にあの CM はあんま好きじゃなかったんすけど、まあ、今は 5G に向けて素材を提供していきたい会社なんで、通信とかに興味ある学生さんとか、自動車メーカーともたくさんお仕事してる会社なんで、まあ、アンテナガラスにしても、まあ、ディスプレイもね、車の中でどんどん増えていくでしょうしね。まあ、ガラスフッ素の技術を使って、まあ、自動運転を実現したい学生さんとかにはいいんじゃないでしょうか。まあ、いろんな企業 分析してるんで、まあ、チャンネルページ飛んでもらってね過去動画からエントリーしたい会社こう見つけてほしいですね、まあ、そんな感じで AGC でしたお疲れ様ですバイバイ